さあ、いよいよ今日本番ですが、今の意気込みといいますか、はい、感想は。今ちょうどアクション返しが終わって、これからステージも出来上がりつつあるので、今日はたくさん盛り上がって、たくさん戦っていきたいと思います。はい、はい。まあ、結構フラッグもたくさんいただいてるみたいなのと、あとフライングハートがめちゃめちゃ可愛かったので、ぜひ皆さんに持って帰ってほしいなと思います。今日は頑張っていきましょう。触れられてないよって突っ込んでよ。触れられてないよ。ありがとう。おはようございます。まあ当日なんでね、あともう結構みんな気持ちが高ぶってくると思うので、まあこの後準備をしっかりして、まあ怪我がないようにしてですね、ベストコンディションに持ってって、本日来てくださる皆様に、ね、楽しんでいただけるように今日精一杯頑張ろうと思います。本当にたくさんの方々、スタッフさんとかにも動いてもらって、最後にお客様が入って、一つの僕らのサードワンマンライブ、真夏の銀河大冒険が始まるので、それまでもうしばらくお待ちください。頑張ります。もう間もなくね、もうあとでもまだ6時間ぐらいあるんですかね。ちょっと早めにメンバーも集まって、それで今日はね、これ入ってますけれども、もう準備万端でございます。あとは、ね、お客さん入っていただいて、この用意してきたものを全部お客さんに受け取ってもらえたらなと思います。はい、今日仕様に僕ネイルもしてきたんで、はい、ちょっとテンション上げて頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。去年やっぱり渋谷のオーイーストでやって、それ以来のね、大きい箱での、ライブとなるので、こう本当に今から結構ね、エモい気持ちにはなってるんですけれども、本番はしっかりと皆様にいいものを届けられるように、頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。まず、僕が、そして多分見てくださるお客さんがもう健康で元気な状態で今日を迎えられた日々ことがとても嬉しいです。本当に、支えてくれる皆さん本当にありがとうございます。で、まあ、今クラブチッタ入ってステージを見て、僕たち昔一回、大昔にですね、まだデビュー当時に一回ここでダンスの先生のご紹介とかお手伝いで、ここで一回ライブをやらせていただいたことがあって、そこからまた3年月日が経って、またここで僕たちができるっていうのがめちゃくちゃ嬉しくて、さっきね、上見上げてたら泣きそうになっちゃったんですけど、はい。でもまあ本番が始まったらもうそんなのも一切捨てて、もう僕そこにいるお客さんと最高の瞬間を作り出すと誓いますので、まあ、本番始まる前に何回涙がちょちょ切れるか分かりませんが、本番楽しんでいけたらと思います。今日はよろしくお願いします。見て可愛くない？最後のアンコールのエールの時に降ってくるフライングハート、なんで食べるやつやん。なんかちょっとせんべいじゃなくて、あ、せんべいではないですね。どちらかといえばあれに近いですね。ふわふわした白いやつ、そう、かわいい印刷。本当にさ、ちょっと落としてみていい？もっとこんなイメージだったんだけど、俺の中には。まあ、綺麗でしょ。今日はちょっと気合い入れてます。気合い入れて、この後ユージ君のセットもあるんで。そうか。今日はアカデミー生兼スタイリストです。オッケー。兼カメラマン。オッケー。ちょっとエモさに浸りながら、はい、ちょい眠い。え？あ、朝のリハでちょっと今疲れてる。今まだ12時になってないです。8時から踊ってたじゃん。結構休息して、はい、夜に行く。あ、覚醒する。なるほど。頑張っていきましょう。いつも通りの感じでございます。念のズボンにメッセージを。なるほど、ありがとうございました。おはようございます。おはよう。今日のコンディションはいかがですか？最高、最高すぎて大丈夫って感じ。でも体はでもいつも通りでね、うん、不安はまあ不安だけど、でもね、練習もしたし、合わせもしたし、仲間がいるし、信じてやるだけです。あとは、やばいっすね。マジでやばいですよ本当に。で、これを使
けてもらったんですよ、赤い点灯ランプで。照明で危険な時とか赤く光るのはあると思うんですけど、どうしてもこのこういう明かりじゃなくて別の方向の明かりが欲しかったんで、この赤い点灯を横に回してくださいってお願いしてつけてもらったんです。これが実際どういう効果になるのかはちょっと見てみないと分かんないですが、楽しみです。お前たちのライブを俺らが潰してやる。これは違います。これはかっこよくしてあげます。ありがとうございます。仕方ねえから上から目線だな。ありがとうございます。本当に俺もね、だいぶ最初の頃からみんなに関わってるから、まあでもみんな上手くなったよね。俺らはほらアクションの人として出るだけだけどさ、向こうは喋って踊って歌ってでアクションだから、そう考えたら大変だよって思うんで、このライブを潰して潰してやる。お前たちに幸せなんかやるものか。楽屋がですね、今までにないぐらいエモい空間が流れております。本当ですか？どんな感じですか？信号機つけた。嘘でしょ。嘘でしょ。見てだって。ちょっとほら、いやいや待って、俺も泣きそうだからちょっとやめましょう。ちょっと嘘でしょ。今何時ですか？11時半ですよ。そうだよ。赤と青は映ると思う。いい日だ、今日は。いいですね。へいへい、泣くの早いよ。いやもうそこですよ。でも本番あなた泣きすぎですから。逆にそうだね。そうだね。でもエモかったよね。へいへいのやつにさ、みんな書いたじゃん。あとレン君の真実ね、確かに書いた。そう、レン君のにも書いたね。全員に書いた。しないでよ、悲しい顔は似合わない。連れてくよどこまでも、君の好きなところまで。Don't worry, 変わらず